鈴払い。三笑太夫、森鴎外。越後の春日を経て今津へ出る道を珍しい旅人の一群れが歩いている。母は30を超えたばかりの女で二人の子供を連れている。姉は14、弟は12である。それに40ぐらいの女中が一人ついて、くたびれた腹から二人を、もうじきにお宿にお着きなさいますと言って励まして歩かせようとする。二人の中で姉娘は足を引きずるように歩いているが、それでも気がかっていて、疲れたのを母や弟に知らせまいとして、折々思い出したように弾力のある歩きつきをしてみせる。近い道を物参りにでも歩くのならふさわしくも見えそうな一群れであるが、傘やら杖やら海外しい出立ちをしているのが誰の目にも珍しく、また気の毒に感じられるのである。道は百姓屋の耐えたり続いたりする間を通っている。砂や小石は多いが、秋日和によく乾いて、しかも粘土が混じっているためによく固まっていて、海のそばのようにくるぶしを埋めて人を悩ますことはない。わらぶきの家が何軒も立ち並んだ一構えが母その林に囲まれて、それに夕日がカッと差しているところに通りかかった。まあ、あの美しいもみじをごらん、と先に立っていた母が指さして子供に言った。子供は母の指さす方を見たが、何とも言わぬので女中が言った。木の葉があんなに染まるのでございますから、朝晩も寒くなりましたのも無理はございませんね。姉娘が突然弟を顧みて言った。早くお父様のいらっしゃるところ行きたいわね。姉さん、まだなかなか行かれはしないよ。弟はさかしげに答えた。母が諭すように言った。そうですとも。今まで越してきたような山をたくさん越して、川や海をお船でたびたび渡らなくては行かれないのだよ。毎日精出しておとなしく歩かなくては。でも早く行きたいのですもの、と姉娘は言った。一群れはしばらく黙って歩いた。向こうからカラオケを担いでくる女がある。塩浜から帰る塩組女である。それに女中が声をかけた。もしもし、この辺に旅の宿をする家はありませんか。塩組女は足を止めて主従四人の群れを見渡した。そしてこう言った。まあ、お気の毒な。あいにくなところで日が暮れますね。この土地には旅の人を止めてあげるところは一軒もありません。女中が言った。それは本当ですか。どうしてそんなに人気が悪いのでしょう。二人の子供は弾んでくる対話の調子を気にして塩組女のそばへ寄ったので、女中と三人で女を取り巻いた形になった。塩組女は言った。いいえ、信者が多くて人気のいい土地ですが、国の神の掟だから仕方がありません。もうあそこに、と言いさして、女は今来た道を指さした。もうあそこに見えていますが、あの橋までおいでなさると高札が立っています。それに詳しく書いてあるそうですが、近頃悪い人買いがこの辺を立ち回ります。それで旅人に宿を貸して足を止めさせた者にはお咎めがあります。あたり七軒
巻き添えになるそうです。それは困りますね。子供衆もいでなさるし、もうそう遠くまでは行かれません。どうにかしようはありますまいか。そうですね、私の通う塩浜のあるあたりまであなた方がおいでなさると夜になってしまいましょう。どうもそこらでよいところを見つけて野宿をなさるよりほか仕方がありますまい。私の思案ではあそこの橋のもとにお休みなさるがよいでしょう。岸の石垣にぴったり寄せて河原に大きい材木がたくさん立ててあります。荒川の上から流してきた材木です。昼間はその下で子供が遊んでいますが、奥の方には日も差さず暗くなっているところがあります。そこなら風も通しますまい。私はこうして毎日通う塩浜の持ち主のところにいます。ついそこの母祖の森の中です。夜になったら藁や菰を持って行ってあげましょう。子供らの母は一人離れて立ってこの話を聞いていたが、この時潮汲み女のそばに進み寄って行った。良い方に出会いましたのは私どもの幸せでございます。そこへ行って休みましょう。どうぞ藁や菰をお借り申しとうございます。せめて子供たちにでも敷かせたり着せたりいたしとうございます。潮汲み女は受け合って母祖の林の方へ帰っていく。主従四人は橋のある方へ急いだ。三笑太夫。関白諸実の娘といったのは先頭に貸し付いている幼女で、実は妻の姪である。この妃は久しい間病気でいられたのに、図師王の守り本尊を借りて拝むとすぐに拭うように本服せられた。諸実は図師王に還俗させて自分で冠を加えた。同時に正氏が宅所へ赦免状を持たせて安否を問いに使いをやった。しかしこの使いが行った時、正氏はもう死んでいた。元服して正道と名乗っている図師王は身のやつれるほど嘆いた。その年の秋の時目に正道は丹後の国主にせられた。これは幼児の勘で、人国には自分で行かずに女王を置いて治めさせるのである。しかし国の神は最初の祭りごととして丹後一国で人の売買を禁じた。そこで三笑太夫もことごとくヌヒを解放して給料を払うことにした。太夫が家では一時それを大きい損失のように思ったが、この時から農作も匠の技も前に増して盛んになって、一族はいよいよ富み栄えた。国主の恩人道明立氏は総図にせられ、国主の姉をいたわった小萩はふるさとへ返された。安治が亡き後は年頃に弔われ、また受水した沼のほとりには尼寺が立つことになった。正道は人国のためにこれだけのことをしておいて、特に懸業を申し込んで尾行して佐渡へ渡った。佐渡の古府は沢田というところにある。正道はそこへ行って役人の手で国中を調べてもらったが、母の行方は容易に知れなかった。
ある日、正道は試合に暮れながら一人旅館を出て市中を歩いた。そのうちいつか人家の立ち並んだところを離れて畑中の道にかかった。空はよく晴れて日が赤々と照っている。正道は心の中に、どうしてお母様の行方が知れないのだろう。もし役人なんぞに任せて調べさせて自分が探し歩かぬのを神仏が憎んで会わせてくださらないのではあるまいか、などと思いながら歩いている。ふと見ればだいぶ大きい百姓屋がある。家の南側のまばらな生垣のうちが土を叩き固めた広場になっていて、その上に一面にむしろが敷いてある。むしろには刈り取った泡の穂が干してある。その真ん中にボロを着た女が座って、手に長い竿を持ってスズメの木でついばむのを追っている。女は何やら歌のような調子でつぶやく。正道はなぜか知れず、この女に心が惹かれて立ち止まって覗いた。女の乱れた髪は塵にまみれている。顔を見れば召しである。正道はひどく哀れに思った。そのうち女のつぶやいている言葉が次第に耳に慣れて聞き分けられてきた。それと同時に正道は怒り闇のように身内が震って目には涙が湧いてきた。女はこういう言葉を繰り返してつぶやいていたのである。アンチュコイシアホーヒャレオスシオコイシアホーヒャレオ、鳥も書を張るものなれ、とうとう逃げよ、おわずとも。鳥も性あるものなれば、とうとう逃げよ、おわずとも。正道はうっとりとなって、この言葉に聞き惚れた。そのうち、臓腑が煮え返るようになって獣めいた叫びが口から出ようとするのを歯を食いしばってこらえた。たちまち正道は縛られた縄が解けたように柿の内へ駆け込んだ。そして足には泡の方を踏み散らしつつ女の前にうつ伏した。右の手には守り本尊を捧げ持って、うつ伏した時にそれを額に押し当てていた。女はスズメでない大きいものが泡を荒らしに来たのを知った。そしていつもの言葉を唱えやめて、見えぬ目でじっと前を見た。その時、干した貝が水にほとびるように両方の目に潤いが出た。女は目が開いた。という叫びが女の口から出た。二人はぴったり抱き合った。大正4年1月。